デンハーグ HS 駅はオランダのデンハーグにあるオランダ鉄道の駅。プラットフォーム島式3面5線のホームを持つ高架駅。プラットフォームは2つの大きなドームで覆われている。地上階のコンコースに切符売り場や売店などがある。なお、オランダの他の駅と同じく改札口は存在しない。1843年に アムステルダムから南に向かって建設されてきたオランダ最古の鉄道路線の延伸駅として設置された。デンハーグの主要駅としては他にデンハーグ中央駅が存在する。現在の駅舎は1843年の開業時のものではなく1891年に改築された2代目の建物である。貴品室は1893年に作られたものである。 この駅は、アムステルダム中央駅、ライデン中央駅、ロッテルダム中央駅を結んでいる、幹線鉄道路線上にあり、アムステルダム方面から、ロッテルダム方面へ向かう列車は、デンハーグ中央駅には停車せず、この駅にのみ停車する。ライデン中央駅、スキポール空港駅、アムステルダム中央駅方面ロッテルダム、中央駅方面ロッテルダム中央駅経由、アントウェルペン。 ブリュッセル空港、ブリュッセル、パリ北駅方面、トラムデルフト方面、スヘフェゲン方面、市街地中心部へ、アムステルダム方面、ロッテルダム方面。ありがとうございます。